フォレット、これからどうするんだろう。あの天使は封印を解放しろとか言ってたよな。それでコレットは天使になるって。コレット旅に出ちゃうんだ。一気に行くぞ。はっ、よーし、はっ、サイヤ人剣、はっ、風、はっ、魔人剣、決まれ、サイヤボール、はっ、魔人剣、させるか、はっ、相手が悪かったな。では巫女様の護衛はクラトス殿とリフィルに頼もう。私に依存はない。二人ともさっきはありがとう。おお、二人とも先ほどはご苦労じゃったな。ありがとう。ありがとう。なあ、今話してたの。そうじゃ。すっげえ、俺もついてきて。姉さんが行くなら足手まといだ。断る。聖堂での戦いとはわけが違う。子供は村でおとなしく留守番でもしている。クラトス殿の言う通りだ。さあ、私たちはまだ打ち合わせがある。別にお前が謝ることじゃ。そっか。あのな。そうだ、これクッキー焼いてきたよ。明日旅に出ちゃうことが分かってればもっとちゃんとしたものを用意してたんだけど。ううん、ジーニアスの。で、ロイドはこれ。いや、まさか。いや、あとちょっとで完成なんだ。明日旅立ち前には。本当だぞ。嬉しい。それじゃあ出発時間が決まったらロイドの家まで。でも危なく。
私、巫女として旅立つんだよ。これから作れば間に合うだろう。まあ、いいけど。ところで、いいけど、何か友達に会いに。いいでしょ、別に。それ、うちに寄ってってもらえる。それにしても、あのクラトスとかいうやつムカつく。足でまといだって言われたの、まだ根に持ってるの？そりゃあいつは強いけどさ。たった一つの取り柄けなされちゃ腹立つよね。たった一つって言うな。Thank you.
よし、行くぜ。はっ、けい、はっ、けい、よし、これだ、ウィンドタッチ。まだまだいけるぜ。一気に行くぞ。決まれ。新人剣。よーし、終わり。よーし、行くぜ。決まれ。人剣。一気に行くぞ。はっ、決まれ。おお、決まれ。人剣ホームラン。新人剣、新人剣、新人剣、決まれ。ダイヤモン、あたたよいで。これから会いに行く友達ってもしかして給食のパンを渡してるやつか。え、知ってたの？だってお前いつも給食の時パンをカバンに隠してるからさ。うん、いつも食べるものがなくて辛そうなんだ。村だって食料不足なのに偉いなお前。そんなことないよ。照れるなよ、きっとその犬も感謝してるぜ。犬？違うよ、犬じゃないよ、人間だよ。え、そうなのか。てっきり先生に内緒で犬を飼ってるんだと思ってた。